れてきた。食料不足に苦しむアフリカマリ共和国へ送る支援米の稲刈りが浅南区沼田町吉山で行われ、ボランティアや地元関係者およそ200人が参加しました。これは海外援助米生産事業の一環で、市民が積極的に国際社会へ貢献することを支援し、都市と農村との住民交流と潤いのある街づくりを目的に行われました。この海外援助米事業を始めたのは20年前なんですけれども、この地区の田んぼが圃場整備になりました。見ていただいている通り、きれいな大きな田んぼになりました。これを記念して、自然の体験をさせたいなと思って参加しました。稲刈りは初めてではないです。もうどっかでやっちゃったことが。そうね、子供、田んぼが実家にあるので、はい、なんかザクザクって取るところ難しかった。刈りまくってね、バタバタってね、稲がね倒れるところが楽しかった。マリ共和国はアフリカ西部にある内陸国で、国土のおよそ3分の2がサハラ砂漠です。米を主食としていますが、干ばつによる収穫量の激減や治安悪化に伴い、慢性的な食糧難が続いています。マリ共和国出身のサノゴ・フーセイニーさんは現在広島在住で、今回交流会に初めて参加しました。I'm very, very so happy. The help in Japanese to send the rice in my country. So I'm glad and I'm so happy. 平成11年に開始したこの事業は、広島市安佐南区海外援助米生産事業運営委員会の主催です。19年間でおよそ38トンの米をマリ共和国に送りました。誰かにあれ美味しく食べてもらえるようにです。喜んでほしいっていう気持ちです。美味しく食べてもらいたいです。そうですよね、私たちはもう本当に恵まれてるけど、本当に食べれない人もたくさんいますよね。そういうところにこうちょっとしたボランティアでもお力になれるっていうのが ものすごく嬉しいです。この他にもアフリカの楽器ジェンベの体験やさつまいもの目方比べの大会があり、入賞者には松井市長から表彰状と地元農産物の詰め合わせが贈られました。全部の家庭がつながりを持ってね、非常に楽しくやっております。おかげで、絆も深まってきました。楽しみながら健康について考えてもらおうと、旭田区壁南にある旭市民病院で健康祭りが開かれました。旭市民病院は1980年に開設し、地域の基幹病院として利用されています。地域に開かれた病院を目指して、2004年から旭田消防署や地元の女性会など地域団体と協力して健康祭りを開催しています。健康祭りの目的の一つとしては、地域の皆様に健康に対する意識を少しでも高めてもらいたいということがまず最初にあります。旭市民病院はこの地域に開かれた病院ということをテーマにはしておりますので、ぜひ病院の中を皆様に見ていただきたいということがございます。会場は顕微鏡を使ってがん細胞を見るコーナーや、簡易血糖測定、骨密度測定など44のブースが設けられました。お揃いの赤い服を着た医師や看護師らが祭りのスタッフとして参加しました。
それこそ検査させてもらえ、してもらえるっていうのがね、いいと思います。地域の皆さんになんか健康のことを考えていくきっかけにもなりますし、なんかいろいろ話せたりして、まあ、楽しい場になっていただけたらいいかなと思って、で今日も結構いろんな方が話してくださったりとかしてとても良かったのでこちらはシュミレーターを用いて手術をバーチャル体験することができるブースです。実際に手術で使っている腹腔鏡のセットというのを使っていまして、持っているものは人形だったりはするんですけども、使っている器具というのは実際に臓器を扱うものと同じようなものを使っていまして、そういった限られた状態で操作することの難しさとか、あとは画面を見ながらやってもらってますので、2次元になると距離感がすごく分かりづらくなって、簡単そうに見えるものも非常に難しくてですね、普段の手術でどういったことを気をつけながらやっているかとか、実際の難しさとかいうのを体験していただくようなブースになっております。簡単につかめそうなのに、何ですかね、つかめないです。このほか普段見ることのできない検査室や CT 室など、病院の内側を見学できるイベントも設けられました。朝日新聞病院の職員は非常に真面目にですね、地域の医療を守るために頑張っておりますので、そういう職員との触れ合いというのも大切にしたいというふうに考えております。特にですね、今日は全職種が出ております。病院にはいろんな職種があるというのも実際に体感していただいて、そして触れ合っていただければと思います。